皆さん、こんにちは。今日は、クリサミア、という両手剣が入手できる CC コンテンツをやっていこうと思います。正直なところ、両手剣は使わないのと、エンチャントと魔力吸収の特性が微妙なので、あまり興味がないコンテンツなのですが、魔力吸収の特性派、CK で構造分析すれば、意外と汎用性があるものかもしれないので、一応、獲得しておこうと思います。魔力吸収の特性派、魔術師にうってつけなので、クリサミアという武器限定の特性を改良して、うまいこと魔術師が使うローブに移すことができたら、クリサミア大先生、と呼べるほど、良いアイテムだと思うのですが、まだ詳しい分析さえもしておらず、といったところです。また、単純に魔力吸収なら、スカイリム本編のエンチャントにも存在しますし、汎用エンチャントなので、わざわざ CK で魔力吸収の特性を再構築して防具に付与するよりは、バニラの汎用エンチャントを自分のお好みの武器につけてしまった方が、時間の節約にもなるので、クリサミアの存在意義は相当微妙だと考えます。まあ、このクリサミアも、過去作で出てきたノスタルジー系の武器なので、獲得することそのものに意義がある、とも言えるのですが、相変わらず、つまらん話だけ鼻がいな。純粋に、上妙のものの世界にあるものを楽しもうとは思わんのか。ところで、お前がこれから行く、カルト教団の廃墟。ベゼスダジャンプをすると、一番てっぺんまで何の苦労もなく行けるが、その方法で行くのか。それも考えたのだけどね。でも、ベゼスダジャンプの方法で最終地点まで行くと、さすがに冒険感がゼロなので、面倒ながらも、カルト教団の廃墟を探索しながら行くよ。それに、このダンジョン、立地的に街道からも離れているし、街で無理やり押し付けられて受けるクエストでもないので、久しく訪れていないので、良い機会と捉えて、普通に散策して、てっぺんまで向かおう予定。なあ、このクエストが終わったら、俺はデッドランド兵一旦、引き返すぞ。代わりと言って花見だが、俺を召喚できる魔術師をやろう。ずうずうしい冒険者に召喚されるのは、尺に触るが、お前と一緒にいると、上妙のものの魂が潤沢に入手が可能なのでな。構わないよ、ベレイクを一度召喚すると、なかなか消えてくれなそうだけど。なんだか、映像と音声が合致していないようだけど。そうなんだよね。通常、NVIDIA のシャドウプレイで録画していて、特に問題はないのだけれど、今回は、何か調子が悪いらしい。この現状はまだいい方だけど、後半になるにつれて、かなりひどいズレになっていて、動画編集していて、後半で気づいた。極力、合致するようには努めたけど、違和感は拭えない感じ。こんな見張り塔のようなものがあったことも忘れてるけど、入り口付近になると、帝国軍内支派ストームクロークになりすましたサーモアのエージェントが話しかけてくれるはず。あのてっぺんというか、言葉の壁があるところ、ここから右手のあたりからベゼスダジャンプを使うと、内部を通らずに到達してしまうのですよね。サーモアのエージェントがくれるクエストは、今回のプレイスルーとは関係ないので、無視とはいかないまでも、スルーです。ドラゴンプリーストのマスクのことも言っていたけど、やっぱり無視？退治することになると思うし、入手もするけど、特に解説もしないよ。アニバーエディションをやる意義派、プレイヤーにより、それぞれあると思うけど、私にとって派、CC コンテンツを体験することなので、本編派極力避ける方向かな。こうして、CC コンテンツが本編のダンジョンを使っていて、どうしても絡んでくるもの派、必要な部分だけプレイするけど、そうでないと、タイトルにアニバーエディションをプレイ、とあるのに、視聴してみると、毎度のブリークフォールズとか、サーモア領事館、フォースボーンの反乱、とかだったら、動画タイトルにアニバーエディションを関する必要はないと思うのだよね。このダンジョンって、
カルト教団の拠点だったところなので、その意味では最低なのですが、途中、幼くして亡くなった子供のために、墓にたくさん花が植えられていたり、備えられているのを見ると、少し悲しさが湧いてくるのと同時に、カルトに身を投じていてさえも、我が子への愛とか忘れていない姿などが何とも涙をそそります。少しだけですけど。だよなぁ、お前が誰かの死を憐れむ姿なんてほとんど見たことないぞ。ウィンターホールドの大学クエストで、アーチメイジのサボス、アレンガアンカノの魔法で吹き飛んだ時も、吹き飛んだ後の姿を見て、クスクス笑っていたじゃねえか。まあ、あの時の光景は、まるでスルメイカを火にかけた際に丸まって縮れていたので、笑わない方が難しかったが。狭い通路で、敵の気配を感じたら、適当に矢を放ってみると、誘い出すことができるよ。このギロチンで、ベレイクとマネキンが、死なないといいけど、不死属性の代わりに、リスボーンがついているので、死んでも初期位置にリスボーンするけど。ここの中ボス的な立ち位置のドラウガー、女性設定なのだけど、何かカルトの中でも上級職だったのでしょうかね？ダンジョン内のところどころに、当時を書いたような日記ないしは、置き手紙があったとは思うのですが、内容は全然覚えていないなぁ。このあたりから、当時の女性信者の派閥というか、一角が教団の子供の墓に気を使う模様が読み取れるダンジョン構造などになっていくのですよね。ボスが鍵などのキーアイテムを持っていたような記憶があるので、一応、死体漁りしてみます。このダンジョンに限らず、何度もプレイできたダンジョンだから、時を抜いていると、たまに、鍵などのキーアイテムを見落として、来た道を戻る羽目になることがあるので、中ボスや、その付近なりにあるトレジャーチェストの中身は確認していかないといけませんね。このあたりから、録画アプリである、シャドウプレイに不具合があったせいか、映像と音声が合致していないところが多々あります。申し訳ないです。ベレイク、マネキン、あんまり進むと、飛び出す円柱でクラッシュされてしまうよ。まあ、NPC に忠告したところで、理解はしてくれないですが。ダンジョンの最も作る私としてはダンジョン探索していると、どうしてもクラッタリングに目が行ってしまうのですが、ここのダンジョンは、ミイラや、壺、壁にあるろうそくなど、かなりクラッタリングがなされていて、時間かかったんだろうなぁ、と思ってしまいます。どうしても、
単純のアセット派限られているので、構造で違いや特徴を出すか、クラッタリングによって、独自性を持たせるしかないのですが、制作人派プロだけあって、いい仕事をしているなぁ、と感心します。この区画あたりが、教団の子供たちの墓が立ち並んでいるのは、先を急ぐので、詳しくは見ていかないですが、懐かしい感じがします。何かキーアイテム的なものを持っていたような覚えがあるのですが、最後にここに来たのは、もう6年以上は前なので、記憶違いでしょうね。この通路でのシーン、映像も途切れてしまっていたのと、音声も入っていなかったので、ほぼカットしてしまいました。ここのドラゴンプリーストとの戦闘、映像は途切れ途切れになるわ、音声は飛びまくるわ、で散々な編集ですいません。断片を寄せ集めた感じです。今回のクエストのメインはこのダンジョンを抜けた後なので、ドラゴンプリースト1000はカットしてしまおうと思ったのですが、そうなると、何のためにダンジョンをくぐってきたのか、わからないので、編集に入れました。実際のゲームプレイでは、普通そのもので、FPS 低下やバグもなく、録画がうまくできていなかっただけのようです。ちなみに、ダンジョンを通らずに、ベゼスダジャンプで登ってくると、この辺りに到着します。ベゼスダジャンプ方法派、特にコンソールコマンドも使わないので、アニバーエディションを新規でプレイしておらず、すでにこのダンジョンを攻略した人にはおすすめかもしれません。今のが、
今回のクエストのボスなのですが、おそらく、誰がプレイしても、それほど強いボスではなく、声の壁からこちらに向かってくる途中に弓で3回くらい射撃でき、それだけで、ボス派瀕死なのではないかなぁ、と思います。最高難易度であると、どうなのかわかりませんけど。本編のクエストを終了した場合でも、ここを下って、クエスト依頼主であるサーモアのエージェントに対峙すると、結局、戦闘になり、倒すことになります。今回は、ここまでとなりますが、途中から映像がカクカクな上に、音声というか、効果音が映像に噛み合ってなくて、申し訳なかったです。獲得したアイテムである、クリサミアは、例のごとく、別動画でアップロードするので、それはさすがに、カクカクな映像にはならないよう、映像確認を行いたいと思います。それでは、ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。Fresh meats and produce, get them before they're gone.